たせたな、客人。あんたが桐生さんか。うちの力屋がかわがってもらってようだな。あんたに話があってきた。ああ、立ち退きの件だろ。そうだ。どうして俺らが立ち退かなきゃならないのか、訳が知りたい。さき、おいさき、ちょっとこのおじちゃんと話があるんだ。部屋に戻っててもらえるかな。理由は分かった。どうか。それじゃ断る。ああ？なんだと？あんたの言い分は通っている。だがな、所詮それは極道の勝手な都合ってやつだ。何？俺も昔は極道だった。他人の生活に土足で踏み込んでは何かと理由をつけて、いいようにことを運ばせていた。だがな、そんな俺たちの事情で振り回された子供はどうなるんだ。俺はな、ここで施設をやっているうちはあいつらをそういう目に遭わせたくねえ。話は終わりだ。帰らせてもらう。おいこら、ちょっと待て。沖縄で生まれて60年。内地から来たガキに説教されるほど老いぼれちゃいねえ。あんた、本当にそれでいいと思っているのか。ああ、今俺をここで殺して、子供たちを追い出して、あんた、それで満足なのか。沖縄のことを愛しているなら、俺たちを立ち退かせることよりも、もっと他に考えることがあるんじゃないのか。あんたが暴力で向かってくるなら構わない。そん時は、こっちも手加減なしにやらせてもらうぜ。じゃないですか。ええ、どうも荒れてるみたいだな。はあ、分かった。ああ、俺が先から話を聞いてやる。ええ、なんでお前さんが。俺もな、あんたと一緒で目の前に困っているガキがいると放っておけないたちなんだ。ちょっとあんた、俺はあんたから土地を取り上げようと。安心しな。え、別に酒を連れ戻したところで土地の話を持ち出す気はねえよ。それとこれとは話は別だ。今は酒のことだけを考えようじゃねえか。お前、あんたんとこの若いの借りるぜ。行くぞ、力屋。はい、兄貴。
サキ。流動一家の新入りか。一人で飛び込んでくるとはいい度胸だ。俺は流動一家じゃない。その子を取り返しに来ただけだ。何おかしなこと言ってんだ。このガキに用があるのは中原だけだろうが。理由はどうでもいい。とにかくその子を返してもらうぜ。ふざけんな。大事な取引の材料、そう簡単に奪われてたまるか。取引だと？そんなことも知らねえで来たのか。とんだお人よしだな。しかし、かわいそうな娘もいたもんだね。父親は目の前で首吊り、母ちゃんは男のために実の娘まで誘拐しちまうとは。こりゃ世も末だ。ちょっとあんた、何言ってんの。あんたこの前サキと一緒に三人で暮らそうって。俺が本気でお前みたいな豊島の女相手にすると思ったのか。お前はもう用済みなんだよ、おばあさん。嘘でしょ。ねえ、嘘なんでしょ。何言ってんのよ。嘘だって言いなさいよ。話せ話せ、この甘ぜ。うまく避けたじゃねえか。さあ、次はお前の番だ。お前をぶっ殺した後、その指全部中原に届けてやるぜ。気乗りしねえな。だと？殴る価値がねえ奴と喧嘩するのは好きじゃねえ。何一人で格好つけてんだ。だが、てめえみてえな奴をのさばらせておくのはもっと好きじゃねえ。ああ？来やがれこの下道。なんでこんな奴が沖縄に。大丈夫ですか兄貴。お嬢、さっき中原の親父さんな、お前がいなくなってすごく心配していたんだ。お前がな、本当の母親のとこに行っちゃったんじゃないかと思ってすごく寂しがっていたんだ。お前は中原と母親どっちと一緒にいたいんだ。何が娘よ、何が母親よ。バッカじゃないのあんたたち。何？私はね、この子のせいで人生めちゃくちゃになったのよ。生まれた時からいっつも邪魔だった。この甘、お嬢の前でなんてこと。うるさい、私に触らないで。そんなにその子が欲しいんなら
あんたにくれてやるわ。くそ、なんてほよえだ。実の子の目の前で。これじゃあ先があんまりにも。先なら大丈夫だ。スケッチブックの中身見たことないだろう。ああ。見てみろ。いつも見守ってくれてありがとう。もう答えは出ていたんだ。サキはあんたの本当の娘なんだ。そうだろ、サキ。ありがとうな、ありがとうな、サキ、サキ。今回の一件、あんたには本当に世話になった。この中原茂、任侠道40年、あんたほどの男、見たことがねえ。やめてくれ。いや、そうはいかねえ。俺はあんたとどうしても兄弟の杯を交わしたいと思ってる。何？失礼します。何してるんだお前ら。桐生の兄弟、頼む。俺はあんたに惚れちまった。杯を交わしてくれ。と言ってもな、俺はもう極道じゃねえんだ。そんなことは関係ねえ。要は俺があんたに惚れたってことだけだ。それで十分。勝手な話だな。売借人もいねえが我慢してくれ、頼む。売借人なら俺が引き受けますよ。大吾。お久しぶりです、桐生さん。どうして大吾がここに？例の沖縄リゾート開発の土地買収の件で。リゾートの土地買収だと？ええ、実は今話題になっているリゾート開発に必要な土地の買収、沖縄の東上会傘下の組織が中心となって進めていたことなんです。なんだと？まさかその東上会傘下の組織ってのが玉城組だってのか？そうです。玉城組は東上会の下部五次団体にあたる組織です。その玉城組が東上会の本家の許可もなく勝手にリゾート開発の土地買収を進めていたんです。どうして玉城組は土地の買収を？例のリゾート開発計画の立案者である鈴木大臣が土地の買収を玉城組に依頼したというのがことの発端です。あのリゾートは一定の広さの土地を揃えることができないと動かない計画なんです。だからあの土地が必要なのか。はい。リゾートに必要な土地を確保するためにはどうしても現地に詳しい組織に任せる必要がありますからね。玉城組は格好の存在だったというわけです。その話は分かった。だがどうして大吾が沖縄に来る必要があったんだ？玉城組の土地買収のやり口は非常に強引なものでした。他人から土地の権利書を奪い取るようなことばかりしていましたからね。じゃあうちの先をさらったのも俺の土地の権利書が目的だったのか？おそらくそうでしょう。玉城は中原さんのお子さんを誘拐し
身の代として土地権利書を取引するつもりだったのでしょう。くそ、玉城の野郎、手の込んだ真似しやがって。玉城組のような強引な土地買収を続ければいずれ大事になるのは明白です。リゾート開発にヤクザが絡んでるなんてスキャンダル、世間に知れたらリゾート開発はおろか基地拡大法案まで白紙に戻る可能性があります。それでタミヤさんは私のところに事態の収拾を依頼してきたんです。そうなのか。世間でささやかれている通り、基地拡大法案とリゾート開発計画はワンセットなんです。それはどういうことで。あの二つは持ちつ持たれつの関係なんですよ。どちらかが倒れたらうまくいかなくなる。リゾート開発がなくなれば基地拡大法案だけが残ってしまい、住民感情から法案が通る可能性がなくなります。だからある意味タミヤさんにとってリゾートは自分の基地拡大法案の生命線なんです。なるほど。それでタミヤは自分の基地拡大法案にケチがつかないよう大吾に事態の収拾を依頼したってわけか。ええ、そうです。私は今回の仲裁をこちらの東馬君に頼まれ、タミヤさんと一緒に沖縄まで。タミヤ防衛大臣の秘書をさせていただいています、東馬翔陽と申します。ほう、その年で大臣先生の秘書さんとは立派なもんだな。いえいえ、私はタミヤ先生のご指示に従っているだけの男です。しかし土地の買収を止めてしまえばどのみちリゾート開発も進まなくなるんじゃないのか。結局タミヤの基地拡大法案は通らなくなってしまうだろう。その件に関しては地域住民との話を詰めながら進める予定と聞いております。どうしてそこまでして法案を通したいんだ。基地拡大法案を通せばリゾート開発よりも大きな仕事を成し遂げたことになり、次期総理へ一気に近づくからです。なるほどな。東城会としても本来なら下部組織の仕事を奪うようなことはしたくないんですが、ひとたびスキャンダルになってしまった場合、後々警察にマークされてしまう可能性も高い。それだけは何としても避けたいと思い、仲裁の役目を引き受けたわけです。そういうことだったのか。でもまさか桐生さんの施設が買収対象だったとは、正直驚きましたよ。まあしかしこれでどっちにしてもあの土地を手放さなくてよくなったんだからよ、よかったじゃねえか。まあな。しかし今回はこういう結末になりましたが、このままというわけにはいきません。いずれリゾート計画は私の手で必ず実現させます。どういうことだ。あんたはタミヤの秘書だろ。リゾートよりも基地拡大が重要なんじゃないのか。私は沖縄出身です。この辺境の地はこのままなら必ず廃れていってしまう。リゾート開発計画のように直接沖縄に金が落ちる仕組みを作らなければこの島はいつまで経っても発展していかない。私はタミヤ大臣の秘書ですが、基地よりもむしろリゾートの方が沖縄には必要だと思っています。トーマさんしたっけか、あんた。はい。あんた沖縄の人間なら分かってんだろう。別に沖縄の人間がそんなこと望んじゃいねえってことくらいよ。俺も最初は沖縄に金が欲しいならいいと思ったけどな、やっぱりそうじゃねえ。大事なのは俺ら沖縄の人間が愛せるままの沖縄ってことなんじゃねえのか。一度東京に行けばわかりますよ、いかに沖縄が日本にとって必要のない小さな島なのかってことが。私は何としても沖縄を豊かにしたい。
そのためなら多少の犠牲は必要だと思っています。その犠牲が俺らの土地ってわけか。ええ、沖縄には海や砂浜は腐るほどあります。多少リゾートのために切り取ったところで問題はないはずだ。目的のためなら一人二人の犠牲は構わねえだなんて、いかにも政治家さんの発想だと思うんだけどね。でもよ、そんな土地に命張って生きてる人間もいるんだぜ。とにかく今回の一件、これで幕引きとさせてください。失礼しよう、トーマ君。はい。大吾。はい。もしまた東上会がここの買収に来るようなら、そん時は一言言ってから来てくれ。俺にも守らなきゃならないものがあるからな。分かっています。ですがご安心ください、俺が六代目のうちは沖縄には手出しませんよ。本当だな。ええ、俺は嫌ってほど桐生さんの怖さ知ってます。敵に回したら東上会が潰れちまう。ふん。東馬君の夢は彼が総理大臣になった時にでもやってもらいましょうな。東馬君、その頃はもう桐生さんもいい年になって、今面倒見てる子供さんたちも今の俺くらいの年にはなってますよ。それならいいでしょう。俺は結構しぶといぜ。そうでした。じゃあ今度はプライベートで。四代目。ああ。あのよ兄弟。ん？なんだ。あんたもしかしてあの東上会の四代目ってわけじゃねえよな。それがどうした。え？嘘だろ。四代目っつったらよ、こっちの人間でも知ってるぜ。確か堂島のりって、あんたひょっとして桐生。まあ今度から喧嘩を売るときはちゃんと相手のことを調べてからにするんだな、兄弟。はあ、なんかとんでもねえやつと杯交わしちまったぜ。まあそんなこともあるさ。くぅ。どうしたのおじさん、その格好。実は今日から一週間くらい東京に行く。マジかよ。いいの？私も行きたい。そうだよ、一緒に連れてってよ。私も行きたい。みんなで行こうよ。聞いてくれ、旅行に行くわけじゃないんだ。どうしても東京に行ってやらなきゃならないことがあるんだ。俺が留守にする間、朝顔には新しい友達に来てもらうことにした。先だ。訳あって話をすることができない。マジで？今先のお父さんは怪我をして病院に入院している。だからしばらくの間うちで預かることにした。どうだお前たち、仲良くできるか。当たり前じゃん。よろしくね、さきちゃん。よろしくな。はじめまして。よろしくね。私、エリ。俺、タイチって言うんだ。よろしくな。よろしくな。俺、ミツオって言うんだ。俺、クオジって言うんだ。こっちこっち。行くぞ。おう、
任せとけ。よっしゃ。あれは玉城組がこんなところに何の用だ。ヒキヤ、ミキオ、お前はこの施設が好きか。俺はな、こういう大人に守られたガキを見ると無性に腹が立ってくるんだ。孤児だからって大人に守られて生きるお前らを見るとな、壊してやりたくなるんだよ。ま、自分が行ってる偽善に気づかない桐生さんが悪い。お前たちはある意味あの人の被害者なのかもしれないな。お姉ちゃん、はるか姉ちゃん、やれ。どけ。ダメ、壊さないで。イズミ、やめろ。お願い。うるさい、このガキが。お願い、やめて。ミキオ兄ちゃん。ミキオ、何なんだこいつ。こいつは壊させねえ。ミキオ、何手止めてんだ。それ仕事ぶっ潰せ。はい。ミキオ、もういい、逃げろ。うわ、くそ。弱くてごめんな。ミキお兄ちゃん、ミキお兄ちゃん、くそ。ミキオ、おっと、てめえの相手はこっちだ。玉城、てっきり死んだと思っていたが、なかなかしぶといじゃねえか。玉城、俺の命が欲しいならくれてやる。だがあいつらは関係ねえ。子供の命とこの場所だけは見逃してくれ。頼む。こんなんじゃ足りないね。俺はまだ1年前の傷が痛むんだよ、ジジイ。おやじ。てめえとは後でゆっくり話させてもらうよ。ここをぶっ潰した後にな。なんだと。ほら、やれ。やめろ。
またお前か。やっと会えたな。中原はどこだ。ああまあそう焦るな。こっちは一年ぶりの再会を楽しみにしてたんだ。峰会長にお前に会わせてやるって聞いた時は嬉しすぎて鳥肌が立ったよ。峰はどこだ。とっくに帰ったよ、東京にな。俺の役目はあの養護施設をぶっ壊すこと。それにあんたの足止めだ。あんたをここで殺せば白鵬会から10億円。ついでに流動一家を潰せば沖縄は全て俺のもんだ。貴様。ま、時間はたっぷりあるんだ。あとはゆっくり楽しもうじゃねえか。中原。キリュウ。いい絵じゃねえか。昔はブイブイ言わせた極道門と闘牛の対決。こりゃ見物だぜ。玉城、お前。ちょっと待て。闘牛ってのはな、銃の音に敏感に反応するんだ。もし俺がこの銃ぶっ放したら中原に向かって突っ走るぜ。それでもいいのか。中原の始末は後回しだ。まずはお前を血祭りにして、その後たっぷり闘牛と遊ぶとしようじゃねえか。そうはさせねえ。誰だ。すんません兄貴、怒らないでください。お嬢が、お嬢が一人でここに行こうとするもんで。リキや。さ、先。兄貴に来やがった、この死に損ねんが。タマシロ、もう警察には連絡済みだ。10分もすりゃおまわりがここになだれ込んでくるぜ。なんだと。お前みたいな奴は兄貴や親父が相手にするような価値ねえんだよ。くそが。そうか、お前ら中原が死ぬとこよっぽど見てえらしいな。それなら望み通り見せてやるよ。長原、てめえと竜道一家はこれで終わりだ。おやじ。中原。お嬢。お父さん、危ない。うわうわ。おやじ。中原。なんだと。
邪魔しろ。久々に思い出したぜ。町で暴れ回った頃の自分をよ。チキリュウ。キリュウ、俺は平気だ。そっちはお前に任せた。わかった。リキア。はい。警察が来るまであと何分だ。7、8分です。よし、じゃあそれまでにこいつら全部片付ければいいんだな。はい。時間がねえ。遊びは一切なしだ。さっさと片付けさせてもらうぜ。上等だ。てめえら、そいつをぶっ殺せ。これくらいでへたばっちまうなんてお互い年だな。一緒にするな。酒。お前、しゃべれるように。失敗かけて。ごめんな。敵に背中見せんのは素人のやることだ。これでお前も終わりだ。一足遅かったか。リキア、撃たれちゃったみたいです。兄貴、自分どこを撃たれたんですか。大丈夫、大丈夫だ。こんな傷すぐに良くなる。おい、しっかりしろ、しっかりしろ。兄貴、これって俺命にってやつなんすかね。俺は兄貴を守ったんすよね。なら俺はそれで。
ホーム。俺楽しかったっす、兄貴に会えて。おい、リキア、何言ってんだ。これで俺も一人前の男かな。リキア、兄貴はかっこいい。さ、最高に。リキア、絶対に あの峰ってやつ。峰か。峰になんだ。まあ負けない。分かったから死ぬな。死ぬな、リア。すみません。リキア、おい、リキア、おい、お前何勝手に死んでんだよ。おい、俺は許さねえぞ。おい、リキア、一生しろ、リキア。Yeah!